ター異種格闘技選手権アリと猪木。こんばんは、フジテレビアナウンサーの酒井鶴丸です。そして解説はエレキマイスターの井口さんです。どうぞよろしくお願いします。どうもこんばんは。さて、アリと猪木の異種格闘なんですが、今回はギターとなんとバイオリンの対戦です。バイオリンというのはこの流麗な調べ、美しいフィンガリングですね。それとギターの方も歪んでますけども、これもまた美しいフィンガリング、弦の上を指がし滑っていく、こういうね感覚ありますね。この弦と弦の絡み合う骨の世界、これが今日のテーマですね。なるほど、はい。ギタリストは、ギターの方がですね、はい、中間秀明さんと申しまして、エメラルドフォレストというバンドを現在組んでいらっしゃいますけども、80年代のアンセムというバンドがありましてですね、ハードロックギタリストで天才肌の美しいフィンガリングの方ですね、はい。対するバイオリニストは、この方がですね、篠崎正嗣さんとおっしゃいまして、ソロバイオリニストだけではなくて、映画音楽からミュージカルから幅広い活躍をされているこの方も天才肌の方でいらっしゃいます。天才肌対決ですね。天才同士が絡み合うこの世界が今日は本当に美しいんでお楽しみなんですけどもね、はい。じゃあその曲は、曲はですか、はい、これがですね、テラレラランテラララランテララ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 ンタタタタタタタ、長いですね、引っ張りがね。大体1分半から2分以内です、ね、うん、演奏自体が。イントロどうするかな、ソロで出る、そこを付け足してちょうどぐらいの時間だね。とりあえず出だしは正統派で行ってみようと思って、ちゃっ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 ちゃ、時間ももし許せばここのパートでお互い何かができればと思って、そうだね、なかなか良さそうな青年じゃないですか。でどっちがありなんですか。位置についてよーい。